こんにちは、今日もこのチャンネルへようこそ。はい、ということで、今日ですね、久々に試合の動画をお届けしようかなと思います。はい、今日なんですけど2試合やろうと思ってます。一つがまずこのイベント、今全国大会やってて、前回ですね、前回の動画でちょこっとだけ対戦成績見せたんですけど、まあ結構なかなか厳しいことにはなって、やっぱ少しだけ持ち返したんですけど、はい、これをやって、でこの後普通のリアタイやろうかなと思います。自分ですね、今この全国大会とリアタイを交互に1試合ずつやるっていうですね、謎のやってて、全国大会の方がなんかちょっと球が速く感じるとか、なんかそうなってますよね。だからこう、その違う感じの交互に繰り返して、その中で自分を、まあ鍛えていくと、まあ、全然鍛えられてないんですけど、まあ単純にド M だからね、そうやってやってるだけなのかもしれないですが、はい。はい。ってことで、まずこっちからやりますか。はい。どうですか？あ、でも前より勝率良くなってますよね。うん。結構、まあ、ぼちぼち。レートも確か前お見せした時4500ぐらいだった気がするんですけど、まあ、多少は、まあやっぱちょっとは慣れてきたっていうのもあるとは思うんですけど、まあでもそれでもね、やっぱりね、もう強い方と当たるともう、ああ、みたいな。あ、でも、あ、面白いです。あれですね。プラチナランクの方じゃないですね。あんまり自分結構プラチナランクの方って当たることが多いんですけど、岸投手はぶっちゃけプロスペだとそこまでですよね。あ、ごめんなさい、忘れてました。そこまでな気がするんですよ。自分は対戦したことあるんですけど、あんまり打ちにくいイメージはないですね。うん、だからなんかその辺がどうなるかなというところですが、あのね、自分最近思ったんですよ、もうセンスがないなと本当に特にバッティングですね、センスがないんで、もう打てないですよ。もう自分多分ここから3ヶ月間練習したとしても、もう大して変わんないような気がしますね。もう自分の限界が見えました。ただまあ、この全国大会今回自分初めて参加したんですけど、初めてやってみてですね、なんかちょっとこうバッティングの時にこう意識することみたいなのは、ちょっと自分なりになんですけど、こういうこと、ああ、ソウスケ取れないか、ソウスケって言っちゃった、ソウスケって、すみません、ミサ先輩。ヒットでランナーを一塁に置いています。なんかちょっと意識することが、まあ、この全国大会のおかげで、やっぱこう球が速く感じるから、なかなかね普通にやってたら打てないんですけど、まあ、その中でちょっと意識を変えて、まあ、それでほんの少しぐらいマシになったぐらいですね。あんま変わってないですよ。多分ですね、今見ていただいている方も、まあ、最後に試合の動画を上げたのいつですかね。まあそんなに変わってないはずです。むしろ悪化してる可能性もね、あると思うんですけど。お、なんでしょう、これは。おお、ほうほうほう、これ代打。つまり、こうやってチャンスで回っ、どういうあれなのかな、チャンスで、なんだ得点圏で回ってきたら代打を出そうみたいな感じなんですかね。うん。あ、抜ける、嘘。もう結構狙い通り引っ掛けさせたつもりだったんですけどね。そうですか、いっちゃうのか。最近じゃピッチングの方が楽しいですね。これ空振りします、絶対大丈夫。なんか打たれたかと思いました。なんかロペス選手、そう、この方ツーシーム普通に打てますね。うん、すごいですね。やっぱりこの自分も結構先発のそのローテの5人いるじゃないですか、まあ、基本的にツーシーム持ってるピッチャーが多いんですが、やっぱりあると、まあ、自分の感覚やっぱプラチナランクぐらいからツーシーム投げとけば抑えられるっていうのはなくなりましたね。うん、今の方も普通に打ってましたもんね、センター前のヒットとか。だからやっぱりね、もうそんな世界じゃないですよね。この方プラチナランクではないみたいですが、普通に
ドボールを持っています。まあ、自分よりは上手いですね。そう。打ちました、流しました。自分よりはね、上手いと思います。もうさっきのバッティング見て分かりましたね。キャッチャーがね、相澤選手に変わったんで、盗塁のチャンスもね。先発ピッチャー、岸、そしてキャッチャーは相澤。そう、なんか、やっぱ源田選手が、まあ、もちろん中島選手使ってた時もそうなんですけど、源田選手がね入ってきてくれたことで、まあ、足も使えると、切れてますね。これ1球なんかボール球投げてくるんで大丈夫ですね。3球目は何で来るか。あ、振ってない振ってない、ちょっとなんで、あ、ごめんなさい、今振っ、いや違うんだって、今の手が離れちゃったかな、いや振ってないよ、もう振ってない、今の振ってない、本当にやっちゃった。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対初球時、あ、あ、もう何やってんのよ、本当にもうこういうのがね、ピットでランナーを一塁に置いています。きますよね、やばい、違うんだな、今ので、うん、やっぱこの今の、そう、多分どうだったかな、今自分ボールゾーン狙ってるんですよ。ボールゾーン狙ってるはずなんだけどな、ベストピッチ出さないといけないですね。あ、落ちちゃう、負けちゃうのか。よし、あ、ゲッツーじゃないや、でもな、狙い通りなんですけどね。あとボール半個高ければ多分もうちょっと強い当たりがいっててゲッツーになってたんでしょうね。難しいな野球は、うん、野球はというか、あ、これもダメ、危なかった、もうストライク入っちゃってますね、うん、さっき通信、あの、これカット打ってるいいイメージがあるんで、これ多分内野フライ。うわ、うまい、うまい、もう間に合いましたよ本当にうまいですね。あ、やばい、危なかった、うまいですね。もう自分だったら完全に今のセカンドゴロかファーストゴロだったですねヒット6本打れてますよ、6本で1失点に抑えてたらもうすごいですね、逆にすごい。でもなんか自分、あの子ちょっと動きが、あれ、なんかカクついてません、気のせい、なんかカクカクしてる気がするけど、え、なんかカクカクしてない、あれ、気のせいかな、え、カクカクしてるって、え、なんか動きがおかしくないですか、今治ったかな、え、なんかカクカクしてる、もうちょっと滑らかに動きません、コクコクしてる、あ、今治ったかな、今治ったっぽい、なんかコクコクしましたよね今、ほら見てください、なんか動きが全然、次が4球目、いや、わかんないですよ、あの、もしかしてこれ今動画撮ってますけど、動画だったら滑らかに動いてるかも、いや、カクカクしてましたよ絶対、なんか動きが全然、今大丈夫、今大丈夫ですね、はい、え、何だったのさっきの、そうですね、さあ何を狙っていくか、普通にボール球打っちゃってる、やめようっていうか、なるほど、そうですね、これ見逃してさっきのカーブ打つってもうありえないですよね、何やってんだって話ですよね、そう、これ見逃してね、絶対速い球来るでしょ、こんな、これカーブ投げてきたら天才、うん、今カーブ投げられ、おお、カーブ投げられたら今のはもう自分もお手上げですね、うん、ここでカーブ来るんじゃないですか、多分、お、スライダー、次まっすぐかな、カーブかな、どっちかになると思うんですが、まっすぐ、カーブかチェンジアップでしょうね、はい、あ、角ついてる、角ついてる、角ついてる、ちょっと、なんで、あ、治った、治ってますね、いや、治ってない、なんか角ついてる、いや、それもないかな、角ついてる、角ついてる、ちょっと、次が5球目、ほら、見てください、なんか動き変ですよね。なんで、
これ多分ネットワークじゃない。あ、治った。治ってない？ここはしっかり得点して同点にしておきたいですね。あ、ちょっと待ってくださいね。これスピリッツの差がないんで、この大会ちょっと代打出そう。ちょっとチャンスなんで、チャンスじゃなければ若月選手そのまま行かせれるんですけど、なんかかくついてる。今治ってる？治ってる？大丈夫？いやー、そこはストライクないですね。はい、外のストレートがストライク。すぐに追い込みました。おお、でもかくついてません？今マグレですよ、マジで。ちょっと、だってかくつい、俺ちょっとスタンプ送らせて、ちょっとかくついてんだって。なんかカクカクしてません？え、でもどうかな、これ動画になった時そうでもなかったらどうしよう。これ多分ネットワークじゃない。なんかメモリが、スマホのメモリが食いつぶされてる気がするんですけど、なんかメモリが多分足りなくてこんなになって、まあ、カクカクしてるから。あ、今直ったかな。今直、いやー、なんかちょっとカクついてる気がする。どうですか、なんかどうかな。間違いないですね。ですよね。なんか角ついてません？いや、今のもまだ角ついてるって何？なんだよ、カクカクしてるんだよな。なんでこれ？確かにちょっとね、あ、ほら見てください。なんか遅いですよね、このぐるぐる。なんかシュッ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 動くじゃないですか、これ。見てください、なんかカクカク動いてるの？え、なんかすごい打ちづらいんですけど。いや、ちょっと待って。でもなんとか点入りましたけどね。てか一気にカクカクしてんだって。もう なんだろうこれ。大丈夫かな。はい、ここでドラゴンズ守備を変えてきました。あ、ピッチングはカクカクしても大丈夫だって。何回カクカク言うんでしょうね。うん、今こうスマホを持ってる手がですね、めちゃめちゃ熱いんですよね。メモリがなんか、あれ？あ、まあ、そっか、これ撮影してる、これスマホで撮影してるから、なんかその辺かな。プロスピやっただけでメモリが食いつぶされるなんて、まあ、というか、撮影してるってたとしても、そんなにね、今のこのスマホの性能で、メモリが食いつぶされるなんてことを考えられないですけど。勝ちましたね。よかったよかった。はい、あの1点取られた時はどうかなと思いましたけど、どうかな、良くなってます。良くなってます自分。なんか結構ひどい空振りとかもあったと思うんですけど、まあ良かったですね。はい、まあそう、ちょっとはね勝てるようになってきてますね。まあ、ね、皆さんに比べたら全然まだまだ、あ、もうちょっとでレート5000に戻りそうですね。はい、朝に比べればまだまだだと思いますが、はい、じゃあちょっとリアタイ、いや、これリアタイもかくつくかな、かくかく、そう、このねリアタイとこれを交互にやって、交互にやると難しいんですよね。これ全国大会からリアタイにこう来るとなんかちょっとボールが遅く感じるんで、あのダルさんも言ってたんですけど、ツイッターでファールを打つ、安くなる、引っ張って、うん、逆に普通のリアタイからあの全国大会に戻ると早く感じるっていうね。そうだからリアタイから、そう、さっき あの今動画1本目と1本試合目やったじゃないですか。あれって、まあ、自分ちょっとそのちょっと前にリア、普通のこのリアタイやってたんで、やっぱちょっと早く感じましたよね。うん、最初特に。あ、大瀬良投手、スラ投手もよくね対戦しますよね。あ、ごめんなさいね、お願いします、スタンプ送ってくださいましたね。まだちょっとかくついてません？なんかちょっと皆さん分かりづらいかもしれないですけど、なんか、あ、今ちょっとネットワークが、いや、これネットワークのかくつきじゃないんだよな絶対。うん、あ、今大丈夫かな、これスライダーかスプリット、大体ここです。最初大空投手ね、うん、スライダーとかカットとか、まあ、真っすぐかスプリットですね。あー、やっちゃった、これが起こるんですよ、これが起こるんだよな。戻ってくると、まあ別に普通に当ててもファールになったかもしれないですけど、やっぱりファールになりやすいんだよな、スプリット系が。うん、スライダー系投げてきますね結構ね。あー、角ついてる、ちょっと
インサイド落ちました。やっぱ早い。だって自分ここの球で大体振り遅れるじゃないですか。特定で。いや角ついてんだって。打ちにくい本当に。これが7球目。あ、いやーごめんなさい。ちょっと。ワンアウトです。バッターは2番に入っている。ごめんなさい。今のはねですね、もう自分のあれです。なんか。あ、角ついてるもん。何これ。最初は変化球できました。ストライクです。これちょっと閉まったな。一回アプリ落としてやればよかったな。こっちのリアタイなんか一回アプリ落とせば直るそう。いやわかんないですけど。はい、低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライクです。こっちはねスプリッツが関係あるから源田選手も能力まだね育てきってないんで、源田選手もレベルマックスじゃないんで。あーひどい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 。もうちょっと待って、この角つきどうにかしてちょっと打ちづらいんですけど、まあいっか、これで負けても言い訳になるからな。言い訳にできるから。あーやっちゃった。え、なんでこのカクカクすんの。でもこれプロスピ確か軽量モードみたいなのありましたよね。これなプロスピが、まあプロスピが角ついてるからプロスピが怪しいですけど。あ、そうだ、お願いします、送ってくださったんです、すいません。福留が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。本当にさっきも言ったんですけど、スマホがめちゃめちゃ熱いんで大丈夫かな。これコントロール爆発したりしないですか、ね、大丈夫かな。あ、やばい、危ない。もう今ボール詰めらってんだけどな。なるほど、そうですか。おー、ラッキー。バッターは2番に入っている山田。まずは先頭バッターを打ち取っています。ツーシームがどんな感じなのか見てみたいですね、この方がね。ツーシームをどういう風にさばくかみたいな感じで、なんかなんとなく自分の中でこう、あ、そっか、ごめんなさい、そっか。あ、今の山田選手は微妙ですけど、そっか、大野選手スピリッツが落とされてるから変化量が、そうだ、なんかちょっといつもより曲がりが、あ、危ね、危ない。まあでも、はい、そのなんか2回になります。あ、結構送ってきますね、スタンプ。なんかやっぱりこれまあ自分もスタンプってこう何ですか、まあ、送ってくる方もいるし送らない方も、まあ、それでも全然自由なんで全然どっちでもいいと思うんですけど、やっぱりこうお願いしますと最初の、まあ、今の方途中でも送ってくださっても全然自分それでもいいんですけど、あのなんかやっぱり最初のお願いしますと、ちょっとごめんなさいね、今なまってましたね、ちょっとカゴマ、カゴ、カゴマって言ってごめんなさい、鹿児島弁が、すいません、カゴマ、あの鹿児島の、鹿児島のこと鹿児島弁でカゴマって言うんですよ、しまって、すいません、なんかちょっと鹿児島弁ボードモード入っちゃいましたけど、あのそう、やっぱり試合前のお願いしますと終わった後のありがとうございます、角ついてんだって、なんで角ついてるんだよな。今のとこ打ちやすい球なのに。お願いしますとありがとうございます。おね、やっぱり送って全然別にいいんですけど、スタッフルールでもないですしね。いいんですけど、やっぱりでも気持ちいいですよね。うん、始まりと終わりで、まあ、スポーツのまあ基本といいますか。うん、自分もあの。ここ最近はずっとあのお願いしますはずっと毎回送ってたんですけど、あのなんだっけ、やっぱり送ってくれるお願いしますって送って返ってこなかったらショックじゃないですか。そうだから最近は相手の方が送ってきてくれたら送り返すようにしてますね。結構ねそういうとこあるんですよ。そうショックを受けない、それでショックを受けるぐらいなんで、もうバントしました。お、すごい絶妙。そしてバッターボックスには
には原が入っています。いいバントでした。ワンアウトになりましたがチャンスが続きます。まあ繋いでいますからここでしっかり差を広げておきたいですね。なるほど、そうです。あ、変化球打った。いやー今のは良かった。今の何が悪いんですかね。今のってなんか自分結構今来た、結構そこそこミートも捉えた感あったんですけど、あ、いいや、若月選手大きいですから、なんとか得点に結びつけたいですね。なんかですね、大変失礼な言い方かもしれないんですけど、若月選手、あ、これカクカクしてるんだって。なんか若月選手そんなにこう能力的に打力ないじゃないですか。守備は肩とかももちろんいいんですけど、結構打てるんですよ若月選手って。うん、ああやられた。この縦スラってこう見やすいんですけど、今の普通にボールだと思っちゃいました。すみません。縦スラって分かりやすいですね、ボールの回転がね。うん、一番なんか自分は分かりやすいかなっていう感じしますけど、初球ボール。うん。あのがね、こう結構ボールでいいからね、ボールで。いや、角ついてる。外れてますか。あ、違う。これはね、空振りかサードゴロ。これが4球目。ああ、これボールになっちゃダメ。ボールになっちゃダメだよ。ああ、もうちょっと待って。角ついて、いや、見てください。なんかカクカクしてますよね。バッターボックスには5番岡本。ちょっとピッチャー変えようかな。牽制しちゃった。よくやるんですよね、この作戦をそうとして。あ、サファテと、あ、そう、サファテ投手なんか前ちょっと使ってみたんですけど、やっぱりちょっとまあなんとか抑えたんですけど、やっぱりね。まっすぐ、この V ロードとかでサファテ投手投げるとめちゃめちゃストレートすごいんですよ。えげつないですよ。ドクシャーンみたいなボール投げるんですけど、やっぱりこのね、リアタイになっちゃうとなかなかそんなに、球威はかなりあるとはいえ、ストレートも S なんですけど、なかなかね、やっぱりこう、ちょっと投げてきた、見た感じ、低めにスプリットで引っ掛けさせるかなみたいな感じですかね。どうなんだろうな。やっぱりこう、まあ、高めのまっすぐでね、見つけして低めのスプリットみたいな感じかなって。まあ他の球種カーブとかもやっぱりちょっと打たれやすいのでかなりきついなって。でもサファテ投手、ああやばい。じゃあこれね、角つい危ないですね。これもう助かってますね。本当に負けててもおかしくない。カクカクしてるんだよな。これね、多分三振取れる気がする。 OK。あ、目立ったところに行ってないですけど、あ、カクつき治った。うん、これ大丈夫、これ治ったら大丈夫ですよ。ここで行けますから。あ、またカクった。でも大丈夫、 OK。 試合終了。あれ、まさかの2連勝。まあちょっとすっぽ抜けでしたよね、1点ね。ラッキーな部分ありましたけど、いやでもカクついてるからな。なんか自分大スラ投手のスプリットと縦スラがあとちょっと落ちるイメージだったんですけど、ちょっとそこの見極めがちょっとできなかった。なんか見逃し三振もあったと思うんですけどとかもあったりとか、その辺がちょっとな、やっぱりたまにあんまり対戦してないピッチャーも、あ、昇格した、やった。そこでですね、自分あのプラチナランクに上がって、その後すぐ2に上がったんですよ、ランクに。でそこでボッコボコやられて、まあ、それ前の動画でもお話ししたと思うんですけど、でまた降格して今2に上がって、まあ、3に上がったと。ってことはちょっと良くなってんのかな。すごい17エナジーすごいですね。やった。お、6位。でも、うん、うまくなってんのかな。全然そんな自覚ないですけど。まあでも今日はちょっとカクカクしてたからな。これ実際にこの動画上でもカクカクなってることを願いますよ。多分本当にこう何ですか、動画上でもカクカクなってたら、あ、なんかカクついてるなっていうのが分かると思うんですけど、もしそうなってなかったら、何こいつカクカク言ってるんだって、ずっとこのもう何分ぐらい喋ってますもん、20分ぐらい喋ってますよね。
すいませんね、なんかカクカクカクばっかり言って、はい、まあでもこんな感じで今ですね、やってますと。リアタイと全国大会は交互にですね、はい、行ってきて、まあ、頑張ってます。はい、もうまあちょっともう結構ボードの方でも言ったんですけど、やっぱ自分センスがないなと思っても最近自信喪失気味なんですけどね、まあもうちょっと上手くなりたいですね。まあ、今は正直オーダー、まあだいぶもうって言ってもかなりいい選手増えてきたんですけど、これがあと3ポジションがね、まあ先発はまだまだですけど、その自分ね本当にもう A ランクの先発ピッチャーでやりくりしてるっていうのが、まあこのね中継ぎはね、この何ですか、左腕王国なんで、まあこう東條選手一応入れてるけども、投げさせ、あ、この田口投手とか投げさせたりしてるんですけど、ジャイアンツのもうだから中継ぎ左腕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 みたいな感じなんですよね。うん、まあ実質まあ岡田投手がね、あのストッパーみたいな感じなんですけど、まあな、これがファーストとセカンドとサードが S ランクになって変わるかなってところですよね。あとね、自分が単純に実力がないから打ててないだけだと思うんで、これが S になったところで、まあ、変わんない気がするんですけど、まあはい、まあ頑張ります。はい、すみません、なんか今日カクずっとカク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 言っちゃってうるさかったかもしれないですけど、はい、ご視聴していただきありがとうございました。はい、では今回ここまでになります。